こんにちは今日はね結構僕ら映画見てきてるじゃないですか三谷君企画ねそう今日僕がちょっと持ち込んでやりたいなと思った企画があってあ<お>結構まあ映画見ててオープニングでなんか制作会社のロゴとか出てくるじゃないですかそれ結構いっぱい見てるとあこんな会社あるんだとか結構覚えてくるじゃないですかはい、はい、それクイズにしたら面白いんじゃねみたいななるほどね、はい ちょっと今日問用意してますほほほうううそれでちょっと高木さんのね制作会社どんだけ知ってるのかっていうのをまあ全問正解して狙うとまずねスライドが4枚あって1234正解がポンっていう感じに出てくるんで順番にね順番に動画使えないからねそうそうそうなので最初のカットから分かっていったらすごいじゃん1枚目で分かったらすごいじゃんはいはいおめでとうっていうやつですじゃあやっていきましょうはいはい 一問ダダンいやもうこれは余裕思すかだってこの前ダブルセブン見てるしまあ確かに確かに MGM2 枚目はいはいはいライオンの目ねライオンの目はいでこのあとガオーですよガオーが来てはい、はい、ガオー、ね、ガオーで MGM はい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  こういう感じでちょっとやっていこうかなっていうこれ昔は本物のライオンだったんだけどそうそうそう動物愛護に怒られるから CG だったんだよね詳しいそうなんもうこれもうレベルの違いを知っていただいたと思いますけどこれは結構トムとジェリーの僕イメージですねそうねだらだダだダだらだンってやつあのイメージより強いまあ代表作はダブルセブンとかはいはいロッキーとかねそういうのが多分代表作かなはい まあこういう感じでねちょっと皆さんと一緒に楽しんでいけたらなと思いますのでいいですね楽しみです次から本番ですはいわかりましたいきましょう第1問目ババンこれ1枚目ですワーナーブラザースワーナーブラザースはい2枚目見なくていいです大丈夫ですファイナルアンサーこのボバってなってこう傾いていったら WB ってなってててててんですはいまあ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 最初はねはいはい ワはいありがとうございます大手ですねまあめちゃくちゃ強い歌手ですよねはいはい DC とかねまたいはい。ハリー・ポッターとかハリー・ポッターのイメージあるわハリー・ポッターあのこの W と B の間をカメラをフーって抜けたらダドリー家のね大体大体それが鉄板でねやってますけどうんうんうんここが簡単すこれはねまだ最初の方は簡単なんでうんじゃあ第2問目いきましょうか 早っはやっこれ地球かな地球の沿線をこうグーって回ったらあの帯みたいなのが流れてって「でででででですはいなるほどねはいマイナーサですはい間違いない二言はありませんこれ間違えたら俺ユニバーサル映画二度と見ない間違えたら今からじゃユニバーサルスタジオジャパン行ってください <多>いな <laughs> じゃあ正解はユニバーサル・スタジオはいありがとうございますそうねバック・トゥ・ザ・フューチャーのイメージあるねそうそうそうジュラシック・パークとかねワイスピとかあそうねワイスピ今稼ぎ頭なん、ね、そうそう,そうバック・トゥ・ザ・フューチャーとかねこれも大手ですよはい、はい、余裕ですまあ2問目まではねもうつまんないもん まあここっからちょっとだんだんに上がっていくんで、うん、まあ今見てる人もねここぐらいまではまあは大体わかるみたいな感じだろうね、うん、皆さんここからですから、まあ、まあ3問目もまずちょっと簡単かもしれないですけどい <laughs> きます第3問目、はい、バスンはいパラマウントもうパラマウントもう大丈夫ですこれは星飛んできてであの川みたいなところをふわーって走って、はい、で山のところをくるくる回ったらパラマウントなるほどはい いいすか大丈夫です全然ね。パラマント映画見なくていいです、ね、本当に2枚目見なくていいですか全然大丈夫ですえほん本当に見なくていいですか大丈夫ですじゃあまあここでジャッジ出します僕、はい、残念えパラマントじゃない2枚目見てみましょうあわかったはい、はい、えドリームハウススピルバーグ皆さんドリームハウスですって <laughs> え子供が釣りしてるやつじゃない 残念えっ <laughs> とりあえず2枚目見てみましょうじゃあ 2>, はい、はい、2枚目ええ、えちょっと分かん…逆に分からんくなった逆に分かんなくなってきましたでもね3問目に出してるぐらいだからめちゃくちゃでかいとこですええ、やばいやばい3問目でこんな,つまずいてないめちゃくちゃでかい3枚目いってみますああえ大、ー、手ディズニー3枚目いってみますかうん 3枚目バスンえちょっとマジで分からん <laughs> これ4までいったらもう多分皆さん絶対わかるんでえ結構印象的なねなんか旗だなと思って僕は作ってたんですけどえちょっと分からんえ四4枚目、うん、いやーやっぱディズニーかー <laughs> わあ 川をねなんかバーってなぞっていってお城を引いていったらどんどんお城が見えていくみたいなうわあディズニーかああおっと3問目でいや俺これは大丈夫ここはまあ深く <laughs> 深くあの今気を引き締めましたは <laughs> 気を引き締めました、はい、大丈夫ですまあねディズニーはねもう,もう皆さん代表作なんか言うまでもないような、まあ、いいスタジオ食いまくってますね今そうですね、はい ディズニーがねあのインフィニティガントレットを持ってるようなイメージですからねホン20世紀フォックスも食べちゃったもんね20世紀ォックス第4問目いってみましょうかフ <laughs> ォックスサーチライトか第4問目スサーチライト食べたんだよね <laughs> いや20世紀フォックス<お>デレテンデレテン,デンこれででもちょっと皆さんに言いますけどこれちょっと意地悪問題で僕作ってますあえミラーマックスかな ちょっとね問題いや違うなミラマックスね2000年以降ねちょっと夜景のやつなんでえちょっともう1枚2枚見ましょうかあ20世紀フォックスじゃんいいですか20世紀フォックスで20世紀フォックスありえないだろ20世紀フォックスパネルアンサーはいいいですかえうんいいですかいやこれで違ったら その会社訴えられるよ3枚目も見てみましょうか、うん、じゃあ3枚目あフォックスサーチライトの方か正解いや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 ,いや,いやサーチライトピクチャーズいや一緒じゃんか <laughs> ほぼこんなのこれね自分で作ってて意地悪いなと思いながら <laughs> まあねあの20世紀フォックスっていう会社が配下ですね,ね配下なんであれなんですけどなるほどね サーイトピクチャーズはいはいまあこれはねもう今ねなんかもう飛ぶ鳥を落とす勢いで、うん、シェイプオブウォーターとかね、うん、そういう今めっちゃ売れまくった映画とかをそうだねジョジョラビットとかもそうだった感じそうそうそう金のもほんと強い映画会社ですよねこれは。うん あのパンフレットああめっちゃいいっすねここの会社が出してるパンフレットはめちゃくちゃいいあれなんかコラムとかもねめっちゃしっかりしてて雑誌みたいになっててあれめちゃくちゃ情報量多いしねおすすめですおすすめです皆さんこのパンフレットおすすめです間違ったけどねじゃあ第5問目いきましょうか5問目ええちょっとえこれ難しくなってきてるこれちょっとずつ難しくなってますええ ちょっともう一枚見たいっす2枚目 2> これドリームハウスかなこれ見てくださいちょっと皆さんも注目してほしいんですけど左の方にね何かが出てきてますよねええー。3枚目いってみますうんああやっぱスピルバーグのやつ、はい。 ドリームハウス違いますねあれアンブリンだ正解アンブリンアンブリンアンブリンだこう着てアンブリンエタテメトアンブリンだ失礼これはね、アンブリン一作目のねファンダンゴっていうあファンダンゴめっちゃ好きでうちにポスターありますいいですよねいいアンブリンはねスピルバーグ作品主にスピルバーグが作った会社ですからねスピルバーグがいい映画だけど 俺監督はやらねえわって映画が結構多いね、うん、確かに、うん、まあこの辺がちょっとずつ難しくなってくるかなっていう感じですね結構難しかったなじゃあ次行きましょう、はい、第6問目はいバーセン <laughs> あーえっとねこれ当たったらすごいよこれあー名前出てこないちょっと待ってニューラインシネマお<ー> <laughs> 正解 え、マジですごわかるわかるニューラインシネマニューラインシネマはいはい最近元気ないけどね最近全然元気ないです、うん、僕も調べててなんかここ最近で一番ヒットしたの『ロード・オブ・ザ・リング』ぐらいだって、うん、あとまあ古くは13日の金曜日とか,、ね、とか2000年代ぐらいまではね、うん、結構超メジャーだったんですよ、うんうん、確かに最近元気ない確かに えでもすごい今の1枚目でわかるのはマジですごいいやーここまでノーミスできたかったなっこよかったなー6問はい4問正解はい皆さん何問正解ですかねちょっと聞きたいですね <laughs> じゃあ第7問目いきましょうかもう見てないかもしれない <laughs> 第7問目ばっさえここからね、ま、格段に難易度上がってるんで僕も作っててこれわかるかなと思いながら いやここまでこれもだって黒しか見えんもん、うん、なんかねちょっとうっすらね来てるんすよ2枚目雲、うん、ああえっとコロンビアじゃなくてえっと結構ね名前がねなんか覚えてないのがね<れ>のトライスタートライスターじゃないペガサス出てくるやつじゃないファイナルアンサートライスター皆さんトライスターでしょ

詳しいいってまあ好きなとこは多いってだけなるほどトライスターも好きそっか当てられちゃったかまあまあまあんか逆に3問目読まれた方難しなんであれミスったの逆にすごいっすねいやマジで詳しいっていうか普通にトライスターとか好きなんですよニューラインとかねなるほどね僕映画見たら絶対制作会社とか背景とか見るんでウィキペィアとかねそこで覚えてだけへえ まあこっからはそうはいくかなっていうラインナップもあったんでじゃあ皆さん第8問目いきましょう、はい、バーバンいやこれこれでもな、うん、いやなんか確証はないけど、はい、このビデオの90年代っぽいノイズみたいに始まるのはアンナプルナピクチャーズしか俺の中ではないかな手札はアンナプルナしかないとアンナプルナピクチャーズだと思う最近キレキレのなるほどね 2>,、うん、2枚目見なくていいですか 見たいけどここで当てた方がかっこいいから <laughs> <laughs> あでもあれだね次一応僕は変えないと思うはい視聴者の方は多分そっちの方が楽しいんじゃないじゃあ2枚目見てみましょうはいまあそうね、はい、ビデオのノイズが続きます、ね、はい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  A って出てきますよこの後三3本目はい<ン>はいはいはい、はい、おぼろげに A が見えてきます ははい、はいアンナプルーナフィクチャーズですありがとうございますいやすごいなキレキレですよ、ね、まあねキレキレですよ、ね、あのー、大昔にさ、うん、あのー、ハーベイ・ワインスタイントクションとか出てきましたやりました <laughs> やりました a ォーかアンナプルーナフィクチャーズが今結構グリグリ確かにまあ僕好きな映画だったゼロダクサーティーとか、うん、フォックスキャッチャーとかが結構好きかなって 低予算だけどっていうでも A24 ほどおしゃれな感じではなく割とこうシリアスな映画のちょっと泥臭いようなねなんかやつが多いようなイメージだなそうだね暗いけど B 級だけど結構アカデミー賞に絡むめちゃくちゃセンスいい会社だと思ういやすごいな1枚目で当てられたからこれアンナプルナピクチャーズで出てきたらこの映画おもろいって思っていいレベルだと思うああなるほどね確かにそれは言えてるうん 信頼とね安心のあるアンダプな、うん、皆さんチェックしてくださいはいじゃあ9問目いきましょうかはいバーバンいや6つはこれなんか北斗七星が、ね、ガンダム始まるこのあといやこれ宇宙世紀の話です <laughs> ガンダムこのあと奥から <laughs> <laughs> いやこれは分からん一発目はじゃ二2枚目 2>、うん、いきましょうバーバン えー、これがなんかね星々になっていきましたね北斗七星から引いてぐわーっとええー、星が引いてい俺知ってると思うこれいや多分知ってるんじゃないですかね <laughs>、えー、多分まあただ9問目なんでめっちゃ難くはしてます正直制作会社レベル的にもいやー なんか9問目だからもう全くその会社とつながりないけどなんかアルバトロスとかその辺持ってきてる感じる、ね、アルバトロスも考えましたよなるほどちなみにえちょっとごめん3枚目いきたいです3枚目おっとえー、なんか見えてきましたねおお、えー、が見えてきましたえー、これ分からんなーえー、これは分からんわ <laughs> 何これ4枚目 なるほどオライオンです、うん、<laughs> そっかラオ <laughs>、ね、ライオンねオライオンねオライオンピクチャーズ一時期アカデミー賞結構グイグイ来てたねまあねなんか今全然そんな <laughs> あれですけどオライオンか結構ねロボ,ポロボコップシリーズがなんかまあ看板であとね羊たちの注目とかもかんでてはいはいはいまあその90年代とか、うん、俺20年ぐらいこのロゴ見てなかったかもしれない まあねこれむずいだろうなと思って僕作りましたいやーこれはわからんこれはわからん <laughs> これはむずいだろうなと思ってこれも10問目も多分わからん <laughs> <laughs> 今んところ7問正解あーおまあ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 じゃあ最後10問目いってみましょうか、はい、皆さん何問正解してますかね、はい、<laughs> もう見てないってだから10問目いってみましょうか <laughs> <laughs> 第10問バーバンあー今1個候補ありますおっとうん あのねこのあと反響の丸がこうふわふわって増えてきて、はい、フォーカスフィーチャーズだと思うああなるほどねフォーカスフィーチャーズかあの本家のソニーピクチャーズなるほどねうんあいや違うなスタジオカナルだスタジオカナルだと思う多分あの鏡みたいなのがこう、うん、ファン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 って動いてって、うん、スタジオカナルドーンって真ん中に止めで入るなるほどね まあこれはちょっと見ていきましょうか皆さんと一緒に 2>, うん、うん、2枚目 2> あスタジオカナルだまあ高木さんのね、うん、答えはじゃスタジオカナルってことで、うん、で4枚目がうんバンうん正解はスタジオカナルいやすごいなありがとうございますへえすごい これカナダのスタジオだっけなこれフランスですフランスか、はい、フランスだフランス大本の会社がフランスにあってなんか有形スタジオカナダとかもあるらしくてでまあ結構ヒットしたのはリトルダンサーとかキャロルとかはいはいはいセンスいいイメージある、まあ、そうそうそう,そう、うん、全然あの数は少ないけど、うん、質は高いそう結構ねい,いアンダー出してきますからねうん いやすごいなマジスタジオカナルはスタジオとしても好きだし、はい、このモーションロゴがかっこいいんですよかっこいいですよね確かに<う>これぜひ皆さんちょっと YouTube で検索してみて T シャツ欲しいもんもいいスタジオカナルのうん確かにいやすごいなえ結局まあまあ、まあ、8八？いや7か七かな七だえー、すごっ 後半絶対無理だろうなと思ってたのに逆に最初のが難しかった <laughs> ディズニーなんで間違えたんですかマジで <laughs> いやディズニーはなんか映画の制作会社って認識があんまりなかったからだってディズニーってまあ稼ぎ会社でマーベルとスター・ウォーズってディズニーのロゴ出ねえじゃんはいはい、はい、あ確かに なんか逆に僕その辺を入れなかったですね、マーベルとか、うんうん、あとななんだろうなそれこそワインスタインカンパニーとか、うん、A24 とかは入れなかったです、うんうん、なんかあれは一発でパンって出てきちゃってたんですよ、結構。あそうだね、なんで、ちょっと作りづらかったなっていうのもあったんですけど、まあね今回はこういう感じでやってみましたけど、皆さん、何問当たりましたかね。そうね <laughs> までもあのー 結構そういう見方してると思うけど、うん、制作会社で映画探すっていうのは僕結構ありだと思う確かにあの監督、俳優好きなの見つけてそこから見るのもいいですけど、はい、結構スタジオによってね、はい、あの制作規模とか、まあ、思想とかね撮り方のなんかこう信念みたいなのが結構あるスタジオが多い最近はに、ね、特に低予算 なんかそれは多分アカデミー賞とかを狙ったりヒット作を生むっていう多分すごい優れた経営者がやってるからだと思うんけど。確かにってことはなんか1本好きな映画があったらそこの制作会社の映画で知ってる俳優が出てたり監督が撮ってるものを見たら打率はかなり高いと思っていいと思う。皆さんの、ね、なんか推し制作会社とか、ね、あったらね,そうだねすごい知りたいですよね。今日出てきた中では、うん そうね僕おすすめはアンナプルナアンナプルナはま,あまず間違いないです、はいまあ、なんか今 A24 とアンナプルナのなんかそのミニシアター系というかう、ね、でなんか2強っていう感じしますよねそうだねちょっと前までサーチライトオフはいね。確かに結構でかくなっちゃいましたからねうんそんな感じですかねいやー全問正解したかったーいやー惜しかったですけどねディズニー,ディ,ニーディズニーってディズニーは映画スタジオじゃない <laughs> ディズニー <laughs> <laughs> じゃあねはい、しもしょうかはいは,い、では面白いと思ったら、いいね、コメント、チャンネル登録、よろしくお願いします。なんか、好きな、ね、制作会社とか、教えていただければと思います。はい,い、はい、では、シネマファストクラブでした。バイバイ。バイバイ